やっと待っていたものが届きました。はい、こちらこの箱、今日の朝ですね送られてきたんですけども、これがですね待ってましたね。なんかねツイッター上でねだんだんみんながこう手にするようになっていって、なんで僕んとこに来ないんだろうと思ってねすごく待ってたんです。では早速開けてみたいと思います。よいしょ。中から出てくるのがデンテレン、耳をつけた MacBook Pro です。なんとなくずっしりと重たい感じをしますけども、それでは箱を開けてみたいと思います。おりゃーおりゃーおりゃー、ほい。本当にねこの今回の MacBook Pro はですね、どうしようかなって迷ってたんですよ正直。あの発表の時をねちょうど見てたんですけども、こう発表が終わってね今日から発売ですみたいに言ってたじゃないですか。こうアップルストアを開いてもなかなかね繋がらないんですよ。何回も何回もこうやってるうちにある時ねポッと繋がったんですよね。それで値段を調べようと思って、こう自分のね欲しいなと思う形で合わせてったんですよ。最後に SSD のところで500ギガと700いくつっていうのがありましたよね。で500ギガで、まあ、とりあえずちょっとカートに突っ込んでみたの、どれぐらいかかるのかなと思って、まあ、大体納品までが5日から7日って書いてあったんですね。それで700いくつっていうストレージの方がですね、まだサイトがオープンしたばっかりなのにもう2週間から3週間後って書いてあるんですよ。これはねそうなっちゃうともう、まあ、700までもいらないかと、そうすると500でいいかと、ということでその場でついポチッとポチりましょうしちゃいましたね。それで700ギガの方はカートかの方から追い出して、この500ギガだけを決算したわけですね。やっと来ましたよ。いやー待ちましたね。意外とっていうかかなり薄い感じですね。中にあと入っているのはですね、まあいつものように電源のコードと、それからまあ説明書というかハローっていうもんですね。そこに今回はこのイーサネットのケーブル、これをですね、買いました。ネットにつなぐ環境が無線だけでも当然いいのかもしれないんですけど、このケーブルがあるとすごく安心できるんですよね。で今回はギガビットということで、まあこの LAN ケーブルとこちら側のサンダーボルトでつながる形になります。今回からはこの充電器がマグセーフ2というタイプに変わりましたよね。前回のやつよりもなんだろう、ちっちゃいのかな。前回のやつははめたところからこうくにっと L 字型をしてたんですけど、今回はストレート型ですね。このストレートが使いやすくなるのか使いにくくなるのかちょっとわからないところではありますが、中からはこれぐらいしか入ってません。あとこの下には何も入ってませんね。はい、じゃあこれで終わり。ではいよいよこのマックを包んであるフィルムを剥がしてみたいと思います。ペンペペンペペン、はい、よいしょ、剥がれました。おー、やっぱ新しいのは綺麗ですね。すべすべです。前回使ってた MacBook Pro は結構傷ついてましたね。あ、やっぱり前回よりは軽いんだ。側面にはですね、ここにマグセーフ2のやつですね、それからサンダーボルトが2つ、それから USB3.0 から、これがイヤホンのジャックですね。反対側に行くとここに USB3.0、 それから HDMI、 それから SD のスロットですね。さあ中を開けてみたいと思います。パカーン、お、白いのに包まれてる。真っ黒い画面ですね。すごいですねこれね。これを頼んでから、まあ、北海道にちょっと旅行に行ってたんですけども、その北海道にいる時にですねメールが入ってきたんですね。こうアップルから発送しましたっていうメールですよね。ってことはですね、もしかしたら北海道帰ってくるのと同時にいじれるんじゃないかと思ってたんですけども、北海道にいる時にですね帰ろうと思って千歳空港まで行ったんですけど、その時にですね飛行機がなんと台風で欠航になっちゃったんですね。搭乗カウンターに来たんですけど、なんとなんとですよ、台風で欠航となりました。搭乗しようと思ってこのバーコードをかざしたら本日欠航になりましたってことで、
うわ、かなり困ってしまって、皆さんお仕事ありますからね、困っちゃうんですよ。これはびっくりしましたよね。瀬戸さんと一緒にね、本当面食らいましたね。送ってってくれた宗さんがですね、まあ、まだその場にいたので、なんとかまた札幌市内まで戻してもらったんですけども、ああいうことね、僕初めてだったんですよね。結構して飛行機飛ばねえとかね、もしあのまんまこうあそこに2人残されてたらどうすんだろうっていう感じだったんですけど、その時にね、もう確実に次の日に1日遅れで札幌から東京に帰ってくるので、当然届いてるだろうと、そう思ってたら届いてなかったんです。いやー、ちょっとね、それはがっくりしましたね。そしてその翌朝に緑のお兄さんがこいつを抱えて連れてきたわけですよ。そこからがですね、ド M 攻撃の始まりですよね。今はこの時間深夜になるんですけども、深夜になるまでこれが開けられないんですよ。だからずっとこう目の前に置いて待ってる形になっちゃうんですよね。持ち運べない感じではないので、どうなんだろう、これを持ち出すのかな、それとも今まで通り MacBook Air を持ち出すのか、ちょっと微妙なところですね。今回はですね、i7 でクロックアップして、それからメモリー 16GB を積んでるんですね。 SSD だけが、まあ、500GB という形で、まあ、500GB あればね、全然足りちゃいますからね。あといろんな、こうなんだろう、詳しいことはまた触ってから、レビューをしていきたいと思うんですけども、やっと僕のところにも届きました。この開封の儀をお送りいたしました。ではまた。